はい、どうも、テイドティです。引き続きバイオハザード RE2 やっていこうと思います。今日はメインホールにまず持ってる2枚のコイン置いてこようかなって思ってます。ユニコーンメダルとライオンメダル、もう一つあれだね、あのここの乙女像のやつはまだちょっと分かんないので、ただ他行けるところがなさげなので、こっちが行けないと思うんだよな。行けんのかな。ここ確か燃えてて行けなかったから、こっち側から行けることになるかもしんないけど、なんか多分必要だよね。その何か俺多分持ってないので一旦今日はここをちょっと探索、日倉庫探索して、こっち側もちょっと見てみようかなと思ってます。ということで上に行きたい。大丈夫？これちゃんと聞いたら、あの俺タイランだっけ、ストーカーのことを言ってんだけど、足音とか聞こえてくると思うんだよな。ただ俺喋りながらやってるから足音全然聞こえなくて急に出てきたりするけど、いやここマジで俺思い出せないかな。前の動画見たらわかるかな。いやー全然わからん。まあいっか、ひょっとしたら番号違うかもしれんしな。もう一回日倉庫調べてみよう。ここはもうないね。よしよし。そういえば人形打ってたりとかすんのかな。ここなんかもうちょいあったりするか。なんかここゾンビ、そういえば俺倒したっけ。倒したね。何もない、アイテムはないか。ないか、ほんとこれしかないか。見づらくなってたけど、ちょっと待って、もう一回調べさせて。これでさ、これ下のやつ馬か。女神像左上かな。完全に隠れてるね。女神像のやつなんか持ってない俺。持ってない？持ってないね。これ持ってないね。持ってないね。違う持ってないね。あ、ここになんか前弾、あ、もう取った。他はないね。じゃあ出た図書室。あのジャッキもまだできないから、持ってないからね、しゃあないから向こう側行くしかないよね。こっち、ここ行ってみるか。まずここね、メダル置いて。ちょっとお前が本当に邪魔なんだよな。あいついなくなっておいてくれるだけで全然違う。あ、ここなんかあったり、ああるある、あった、女神像。いや待って、これ戻れるな、戻れるぞ。よし1枚。どうする、女神行っちゃうか。したら別に右側行かなくていいんじゃねえか。ね、右側行く必要あるかな。キャーキャーギャーギャー言ってるわいやちょっとゾンビの数多くない。よし、ストーカーがいないうちに早く早く行け。上にいたりしないよね。大丈夫、待ってたりとかしない。大丈夫かな。でよし、行っちゃう行っちゃう。いいぞいいぞいいぞ、いいタイミングで拾ったな。
はい、調べるよ。これね。なんか牛みたいなやつ、なんかハープ鳥、牛みたいなや牛みこれかで、ハープ鳥、よし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 、オッケー、これで全部揃ったぞ。これでもいけないことはないな、正直。次の段階にどうしよっかな。いやでも正直、でも行きたいんじゃ行きたいんで、本当はいろいろ見てやっていきたい気持ちはあるんだ。ちょいちょい、お前登ってきてたんかい、ナイフ返せ。大丈夫、来てない、あいつ来てないね。来てる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 、あいつ来てるよ。その前にはめちゃって、よし、この間待ってくれてる。これ行っちゃうか、行っちゃうか、行っちゃうか、もうしゃあないから。ここと閉じれなかった、待って、来るのここ。でもここさ見て、安全ポイントみたいな空気あるよ。よし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 、来ないね。へい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 、どこ行った、おいおい、へい、俺ここだよ、へいへい、おい、来れるもんなら来てみろってんだ、おい。おい、いいのいいのいいの、あれ、いいのいいの、来なくていいの、はい、ここでよ、ここでよ、ここは見て見て、入るよ入るよ、俺入りますよここ、はい、へい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 、はい、ここでよここでよ、見て見て、ほらほら俺ここ、はいはい、えいバカめ、はい、ここだよ、いいのいいの、気づかない、よし、いいいいポイント見つけたぞ、これはこれで助かるな。待って、これでさ、ちょっと待って、上のところってもう全部終わったのかな、ここ開けたことによって。え、まだあるぞ、なんか、あれ、いなくなった、じゃあちょっと探してみるか、せっかくだし、逃げ道もあるからな。声聞こえるぞ。ああ、はいはい。お前ずっといるな。このパソコンとかは何もないか。は？あと何ある？拾えるものないけどな。ある、ハーブとかかな、ハーブとかもでも見つからないけどな。あ、奥か、あの奥とかにあんのかな。そういえばなんか奥に前なんかあったような気もしないでもない、この奥とかね、あったかも、なんかありそう。これだ、よし、これで全部取った、オッケーオッケー。どうする、行っちゃうか。あ、ハートの鍵あるって聞いたんだけどな、クレア編で。ちょっと待ってちょっと待って、弾が無駄な体力削ったわ、削ったわ、なくなったわ。まあでもここなんかレオン編の時には閉じちゃったけど、今回閉じなさそうだから別に後で戻ってこれるそうだな、まあ、とりあえずはいっか、これ預けとくか。ガンパウダーも預けちゃっていいな、よし。戻ってはこれそうだもんね、うん、後々なんかあったら戻ってこよう、よし。
一気に進んだぞ。待って今おなんだっけ。戻ってくるの大変になりそう。だけいやどうしようかな。まあでも行けるなら別に行っちゃっていいか。玉っぽいのなんだ。あはいはい取ったしね。サブマシンガンじゃないこれ何。ああこれでいけんのか。マジあえっ今入ったっぽかったけど。あっこれ閉じたらいけんだ。へえこれ取っといた方がいい。一応取っとく。あいや若いから別にいいか。 M11 専用 M11 あこれか。射撃音の消音効果もあるが重心が前方に移動することによる衝撃ブレを軽減する。いっぱいまだ一発も使ってないけどな。よしは嘘でしょ開かないの。レオン編とクレア編やっぱ違うんだね。え、来た意味ないのここ。え、何のために何のために集めたの俺コイン。嘘。あれこっち側行けた。あここ来たか。そうかあんま走らんほうがいいのかな。誰かいる？なんでなんで急に。 A だとかいる。アイテムは ありそう。アイテムありそう。ん？つながってる。なんかない。アイテムください。できれば救急スプレーとか。こっち側か？ひょっとしたらこれ。頑張れクレア頑張れ。え無理なの。あらあらあら女の子だもんね。女の子もだもん。誰いるの。あこの子、ね、大丈夫何もしないから。この子なんかあれだね、レオン編の最後でクレア一緒にいたよね。私が助けてあげる。なんて子。何よく聞こえない。ちょっと待って怖いこと言わないで。あなたの方が危ない。なんかいるの後ろに。そこすぐ後ろにいるじゃん。ストーカーじゃない。え？ちょっとちょっと そういうことは早く言ってもらって。あこいつ俺ナイフで頑張って倒したやつじゃん。クレア編あクレアレオン編の時に。冗談きついわ。冗談きついって本当に弾持ってきてない。待ってただ俺には。あサブマシンガンでかくなってる。サブマシンガンあるから。どっちから来る。えどっち。待て、これまた手打つやつ。あこれそうだね。サブマシンガン行くよ。はい。ちょっと逃げて。いいサブマシンガンちょっと攻撃力弱いんじゃない。ちょっとここはちょっと打ちづらそう。ここの広さいいな。よしよし。し
一旦逃げて、一旦離れて、ヒットアンドウェイ、ヒットアンドウェイよ。はい、当たってんの、当たってんの、早く入れて。ちょっと弾なくなりましたけど。またどっちそっちから来た。もうシュレーダー投げよう。どっち、どこ行ったの、待って、どこ行ったの、ちょっと待って、そういうこともあんの、どこ行ったとかあんの、違う、待って、だけど俺弾見つけれたはず、確か。ちょっと上から来るんですか。あ、ハーブね、はいはい、あとは、はい、あ、いいよ、弾も拾って、ちょっとかわせるか、かわせたね、意外に余裕でかわせたね。あ、ハーブもあるじゃない。ただこう行き止まりなんですか、かわせる、え、一発、よし、これもいっちゃおう、はい。あ、目赤い、目赤い、もう少しってこと、あ、やったってこと、やったってこと、もうちょいでやれたってこと、やった、ラッキー、ラッキーなのか分からんけど、いや、レオン編よりは楽だったよ。よしよしよし、クリア、いいよ、いい銃持ってるね。いや、こういう時にあのランチャー持ったらよかったんだろうね。もう浮いてきちゃったわ。ね、聞こえてる、聞こえてる、さっきの子、もう安全よ、終わった、アメリカっぽいリアクションするな。本当に嘘つかんて、ね、安心して早く下ろして、そこにあるはしごを下ろしてもらえない、一緒にママを探して、ママ、こんなとこにいるの、ママと来たんだ、あ、いてほしい、もしかしてあいつの、ええ、あの開発者の娘か、いいわよ、探してあげる。言われてみればちょっとなんか髪とか似てるかもな、なんだっけ、 バーキンみたいな、なんか、あ、ちょっと弾だけ取ってきたい、弾だけ取ってきたいよ、右右右、取りこぼしは嫌だよ、せっかく弾がもらえるならもらっときたい。あ、これもちょっと組み合わせとくか、いや、これ邪魔だな、バッチ。あとはまだある、ちゃんと拾ってこ、敵はいないもんね、さすがに、もう敵いないならちゃんとしっかり探して。いや、でもよかった、爆弾、やっぱ手榴弾結構使えるのかもな、ひょっとしたら、うん、いい感じにないのかも。これ上登ってくださいっていう赤か、あ、いや、ありそう。よし、あとはハーブ、よし、グリーンハーブ嬉しいね。あ、オッケー、登ってくださいではなかった、危ない。サブマシンガンの弾なくなるの早くね、強いのかもしれんけど、もうちょ、こっちよ、いや、こっちはなんかないの、あるじゃない、あるじゃない、ダメだそんな簡単に呼んじゃ、よし、やばい、アイテムいっぱいだぞ、まあでも最悪、あ、OK、 今のでなくなったぞ、バッチ捨てればいいからな、ハーブ組み合わせても、ああ、でもハーブ2つ、ああ、回復も充実、安心感あるよ、弾も22発、ちょっとそこは不安だけど、でもボスの後だから、
俺も戻れないかな、警察署。動かないね。戻るっけ、戻らないっけ、もう。すごい。え、すごいでしょ。もっと褒めて、褒めて伸びる子よ。よし、行こうぜ。ママはどんな人？アンブレラでお仕事してる。大切なお薬を作ってるの。あ、やっぱそうだな。アンブレラ？あの製薬会社？ほら、カツ丼食うか。いる。あまり会えなくて。それじゃあ早く会えるといいね。早く白状する。行くぞ。ついてこい。いやー。最終的にはでもた、あ、来た、安全ポイント。あ、もうこれ上行くところだ。ああ、私も親がいないの。今は兄貴と二人。あ、本当に。私たち共通点があるみたいね。嬉しいわ。そうそう、名前言っていいんじゃない。まず名前からじゃない。おーい、ナイス。人だったらまず名前を名乗ろう。グリーンハーブ預けて、これ預けて、これ預けて、これ預けて、ショットガンも一発預けちゃうかな。預けちゃおう。したらこれ持って、これ持って、あー充実。こんなにアイテム持てるし、よしよし、オッケー。行く？上、確か犬エリアだけど行く？あれ、A、あそっか、A では出てこないのか、こっち側では。同じルート行ってんだけどな。レオン開けといてくれてねえんだな。もう戻んないのかな、警察署。でも俺結構全部行ったつもりなんだけどな。行けてなかったのか、見つけれてなかったのか。あそこよ。な、お前なんで知ってんな。来たことあんのか。赤いじゃない、赤いじゃない。ちょっと待って、赤いんだから。これ開けれたよな、どっかで。あとあとレオン編は開けれたけど、クリア編は開けれないのかな。閉まってる。ここ調べろってこと。ないわ、鍵はないわ。カードキーがいる。来て。ねえ、手伝って。さすがに無理じゃない。その女の子二人で開けれたら、もうそれセキュリティの意味ないよ。だって本当にこっちなの。うん、そのはずなんだけど。シェリー、ずいぶん探したぞ、シェリー。こんな状況で一人で出かけるとは勇ましい。誰？手を上げて膝をつけ。冗談でしょ。シェリーっていうの、この子。膝をつくんだ、今すぐ。シェリー、手を縛れ。シェリーなの？黙れ。合ってんの？縛るんだ。あ、合ってそうだな。いいのか？言う通りにしないとこいつは死ぬぞ。なんで？どうしたの？どういうつもり？犯罪者から子供を守らないとな。え、あ、え？シェリー、おいで。そんなあっさり開けてくれんの？関係ない。関係ないことないでしょ。許さないから。シェリー、こっちに来る。名前は、名前を言えと言ってるんだ。クレア。シェリー、私と一緒に来ないとクレアが死んでしまうぞ。分かった、行くから。ママのところへ連れてって。もちろんだ。信じちゃダメ、嘘よ。クレア、撃たないで。俺のやり方にいちいち口を出す。やめて。誰誰こいつ、何何なの。しつけがなってないようだな。教えてやろう。厳しく仕込んでやる。離してよ。
どういうこと？無事でいて。駐車場のカードキーを入手する。まずはカードキーね。その後はあいつに借りを返す。あ、ここ開いてる。あっち側も行けんのか？あ、いけるのか。いろいろいけるんだね。まずちょっとでもこの入ったことない部屋入ってみたいな俺。あっち側の奥もいけんのかな。レオン編で散々行った。さっきのやつこっちから来たけど。うん。ラクーンマンスリー6月号。特集ラクーンシティのヒーローたち。ラクーンシティで最も恐れられ尊敬されている人物は？その答えはラクーン市民なら誰もが知っている。イエス、ブライアン・アイアンズ警察署長だ。町中の犯罪者とゴロスケを震え上がらせる彼は我々罪なき市民にとっては父親以上の存在である。アイアンズは熱心な慈善活動家としても知られている。個人への多額の寄付、困難を抱えた女性への支援、美術品の保護活動、動物愛護への取り組み、誰か知っていたら教えてほしい。我らのヒーローは一体いつ眠るんだろう。自分で作らせてんだろうな。本誌の取材に市は当然のことをしているまでだよ。市民は私の家族だからね、と爽やかな笑顔を見せた。あ、さっきのやつ警察署長なんだ。悪そうだもんな。あいつ署長だったの？ね。あ、地図手に入れた。そう、ここら辺ね、行くのかな？行かないのかな？は？このエレベーターは署長室直通。職員の利用禁止されてます。は？ダイヤの鍵、ダイヤの鍵持ってねえな。署長室行ける？あ、行けないんだ。なんか開けたら、ああ、こっからダイヤの鍵で行けるようにできるのかな。現状はまだ行けないってこと？あっち側の奥も行けんのかな。こっちは A 台ないといけないのかな。開かなそうだね、なんか。開かないね。なるほど。じゃあ、あっち側なのか。行けるとこ若干違うのも面白いね。行きたくねえな、こっち。犬でしょ。まず射撃場から行くか。ここにも人形あんのかな。はい、備品の、あー、7439の鍵ね。トランクの開放などは可能。はい、缶を開けて調べる。鍵か。はい、そうだね。これで開けれるのはよしと。ラクーンからのお願い。ああ、これやらないでーのやつね。はいはい、あるよね、まだ。オッケー。人形じゃいるってことか。ああ、ここもダイヤ。あ、いや、人形は撃った後だな。ないね。よし、10発もある。これはでかいんじゃない。あ、もう終わりか。射撃室なんだからもうちょっと弾置いとけよ。200発ぐらいね、あったっていいでしょ、みんな撃つんだから。一旦これも調べとくか。調べるだけね。開かないっていうことを調べて。ここはどういう、これいけない、これいけない、これどかしたらなんとかならない、重たい。こっち結局いけということなんですね。
行きますか、じゃあ。いや、行きますよ、そりゃ。怖い。出たー。こっち行ってみるか。こっちどうだ。聞いたりしねえかな。待って、こいつか。こいつ走ってたら音聞こえるやつなのか、もしかして。銃撃ったり走ったりしたら聞こえるよってやつ、こいつかな。歩いたらバレないのかな。どうだどうだ、いけるか。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いける。こいつにはこれだな。はいはいはい。あ、待って、いや、いいのゲットしたな、おい。ん、おい、俺いっぱい持ってるよ、この弾。取ってきてるから、貯めてきてるから。何食ってたの。ちょ、眩しい眩しい眩しい、見えない見えない。あ、なんだ、よし。ちょっと待って、まだいるの。おい、バカめ。てか、さっきのやつが死んでないってこと。違うか、さっきのやつと別。よしよし、大丈夫だよね。待って、このペースでいったら弾なくなるんだが。何もないのかい、ここアイテム。でも仕方ないよな、これ使っていくしか。ちゃんと音出さずにいったらバレないから。まだいる？もういないね。ここは開かないのかな。あ、あー、なんかあれだね、ハンドルみたいなやつ必要ってことね。それがここにあるってことね。出た出た出た。ここはちょっと普通のこっちでいいか。よし、弾入れて。検体、ジャスティン・ハンソン。これは、あー、なんか逮捕、あの、盗み癖があるみたいなやつね。そうだ、これ全部開けていかなきゃいけねえんだよ、やだよ。他調べるもんない。だから警察署になんでこれがあんのよっていう。なんもない。はい、これは。出さなきゃいけないね、でもね、どうせ。死んだ。なんか持ってたりした。あ、ほらほらほら、なんかある。あ、やっぱり、あ、ダイヤの鍵。そっかそっか、そうそうそう、この記憶あるからさ、出さなきゃいけないなと思ってさ。結局この状態で撃てないの。待って、なんか声聞こえてる。いやいやいや、後ろから来てた。おい、もうどっから来たの、どっから来たの。よし、お前どっから来たの。自分で出てくる人もいる。え、あ、さっきの起き上がった、もしかして。ナイフ使ってもよかったな。ちょっと、ちょっとナイフにして、ナイフ。大丈夫かこいつは。ちょっと待って、回復したい。よし、出してみるか。はい、なんか持ってますか。持ってないんかい。持ってないんだったらちょっと戻しとこうかな、怖いから。大丈夫、後ろ来てない、大丈夫ね。後ろチェック、よーし、外れー。
外れ、まあ当たりも外れなんだけどな、ゾンビいるから。ここは、はいはい、これこの状態じゃいけないのかな、やっぱり出さないと動かないのかな。大丈夫か、ちょっと気持ち悪いからしまっといていいっすか申し訳ないけど、ゆっくりおやすみなさい。こいつらここで寝てるってことだって、燃やされてないのおかしくない、この状態で普通に考えれば。あ、これ安置所なだけで別に火葬場ではないってことか。ああ、うん、ごめん、そういうのあんまビビらんわ。ただちょっと気持ち悪いから戻しとくね。あ、ハーブ、グリーンハーブ持ってなかったよな、預けてきちゃって。ちょ、これ戻しとくか、ちょ邪魔くせえ、通路が邪魔くせえな。まあ、こんぐらい閉めとけばいいよ。はい、でここは終わりか、終わったね。でダイヤの鍵があるから、ここ入れるし、ここも入れるんだ、射撃場の奥。まあ両方行くか、ここはまだ後だな、ここは全部倒してるから大丈夫だな。犬、犬食われてんだあいつらに。ああ、なるほどね、犬いないんだね。じゃあ、びっくりした、どけどけお前。ちょっと待って、え、まだいるのお前、どんだけいんの。ちょっとこいつでもやっときたい、こいつ邪魔くせえからな。よしよしよし、やめてよやめてよ、あと6発か。あ、待って、ナイフは、え、ちょっとナイフ返してよ、嘘でしょ。おいおいおい、てかさ、歩いてたのに俺気づかれるんだったらもう意味ないな、正直。さあ、ここの奥からまず調べよう。え？ギャー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 、ちょ、こっちが入っちゃうかな、じゃあのんびり鍵開けてる場合じゃないんじゃない？大丈夫？来る？はいはい、いらっしゃい、いらっしゃい、はいはい、何人来んの？ちょっと弾を早く、ちょっと、あ、間違った間違った、それ使いたくないの俺、それ使いたくないの。あ、そうだ、俺これでもなんかあったね。ちょっと早く弾入れてもらっていい？うわー、使いたくないの使っちゃったな。あ、フィルム、ここでフィルム、うわー、ミスったなー、フィルムかー。でもなんかこっち側にも一箇所あったよね、現像する場所確か。よし、ん、こっち側でいいんだな。でここ開けたいのよ。これ使えばいいか、押せるよね。はいはい、なんだっけ、ええ9ミリ弾を13発装填できる脱着式のハンドガン。グリップ内の装填数の多さによる火力の高さ、開発当時は驚異的だった。これの弾はどれで入るんだろう、どっちがいいんだろう。こっち装備してってみるか。え、でも大型拳銃とハンドガン、どっちがいいんだろう。
あ、で俺どこ行くんだっけ？あ、こっちか。ちょっと銃の強さのさ、なんかレベル教えてほしいな。後から手に入れた方がやっぱいいのかな。でも大型拳銃っていうぐらいだから威力あるよね。あ、だけどこれちょっと装備しといて、弾なくなったらあっち側に持ち帰るっていうのがいいのかもな。うん、そうした方が良さそうだな。こっちちょっとリロードに時間かかるから。待って、俺アイテム、うわ、もうあと持ちきれないぞ。これでエレベーター動く。これ何？ガンパウダーと組み合わせる。あー、これも欲しい。あー、どうしよう。あ、これ捨てれる。捨てて、はい、ストック。 M79 専用。 M79 ってどれ？あ、これか。 OK。 あ、これ装備したらどうなるんだっけ、全然見なかったな。で、これも取れない、取れないぞ。取っときたいな。どうしようかな。これ組み合わせちゃうか。あ、そっか、サブマシンガンになるのか。あサブマシンガンの弾は今欲しいわけじゃなかった。これで全部取った。よし、これで上いけるってことだ。よし、所長室見に行ってやろうぜ。弾どっちにつくかな。こっち取り、うん、こっちを取れ、装備でいいか。怖い、この野郎。うわ、所長室あんまいいとこじゃないんじゃないこれ。あ、あ、こっちから来る。え、結局警察署戻ってくるんだ。あ、そうかそうか。っていうか警察署だったのか。グリーンハーブあるけど取れないから、欲しいけど別になんか捨てれるものがあるわけじゃないし、もうちょい進んでみるか。所長室まで行ってみるか。はいはいはい、なんだこれ。所長宛てのメールの写し。アイアンツ所長、君の誠実な対応に感謝し、例の口座にささやかな謝礼を振り込ませてもらった。好きに使え。引き続き部下への干渉を怠るな。特にあの洋館から生還した隊員たちに注意を払え。必要なら処分をためらうな。生還した？アンブレラ本社との間にトラブルが発生した。幹部どもが私の研究成果を横取りしようとしている。だが心配はいらない、すぐに落ち着く。君は通常通りこちらの指示した役目を果たせ。 WB ってやつが送ってきてるね。研究所周辺の警備を強化しろ。不審な人物発見した場合は即刻排除しろ。殺しても構わない、アンブレラの人間であってもだ。 G の完成が近い。バカどもに私の邪魔はさせない。いい加減にしろ。下水道の警部を怠るなと何度言わせるんだ。今がどれだけ重要な時期か分かっているのか。止まっている送金については私が幹部にさえなれば何倍にもしてやれるんだ。なぜ分からない。私が君を簡単に破滅させられることを忘れるな。脅されてたってことか。はあ。奥の部屋もあるんだ。コレクションルーム。へえ。ん？ここは？ハートの部屋か。あ、結局やっぱハートの部屋当たって手に入りそうだな。あ、あった、アイテムボックス。よし、助かる。マシンガンの弾も預けて、ブルーハーブちょっと取ってくるか。うん。で、これもとりあえずいいな。弾っていうか銃どうすっかな。まあ、いや、一旦ちょっとグリーンハーブ取ってくよ。サブマシンガンでもこんなとこにもある。よし、一旦ちょっと一旦ハーブを取ってこさせてください。これで、ああ、まだ所長室とつながってんのかな。組み合わせよう、組み合わせ。ああ、でも待って、まあいっか、まあいっか、組み合わせるか。ブルーハーブ全然使わねえんだけど大丈夫かな。マジで全然使わねえな。サブマシンガン弾、あ、135まで預けれる。あいつは出てくるから一応持ってった方がいいかな。
サブマシンガンも弾結構あるからな。ちょっと待って、これ何発入る？ちなみにサブマシンガン、あ、24発しか入んねえの。あ、そうなの。割とすぐそれはなくなるわな。サブマシンガンで24発ってちょっときつくね。きっちーってならよし。じゃあ今日とかこれぐらいにしようか。いや、もう奥まで行っちゃうか、せっかくだから。もう近いし、見るだけ見るだけ見てみよう。とら、でっか。なんか部屋変な感じになってんな。あ、はいはい、これちょっと調べるだけ調べて戻ろう。あ、これなんか必要なやつか。あ、これなんかあれだな、レオン編でもやったな、これ。すごい部屋、高いのかな。修理業者からの手紙。お問い合わせいただいた所長室の電子ドアの故障についてご連絡いたします。お伝えいただいた状況から考えるに、使用されている部品の交換が必要なようです。規格の問題で特注部品にしか対応しておりませんが、幸いなことに当社系列店のものが時計、出た、時計台の修繕に伺ったより同型の品を市警に納品しております。担当者が申しますには、3階の東倉庫に運び入れたのことです。もし不具合が起きたり数が足りないことがございましたら、時計台におります当社の者にお声掛けくださいませ。それでは今後とも当社をよろしくお願いいたします。出た出た。あ、何これ、鍵っぽい小ぶりの美しいレリーフ。結局行かなきゃいけねえんだな。しっかり戻ってくるもんだな。何これ、恋人たちのエンブレム。お、鍵取れる、来たー、ハートの鍵ついにゲットしました。あ、あっち、あ、じゃあ、あ、こっから出れるってことだ。なるほどね。じゃあこの電子ロックされた鍵を開けるためにハートの鍵でこっち側から行けるんだね。なるほど、はいはいはい、はい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 、あー懐かしい。ちょっと OKOK、 でもここは安全地帯でいいんだよね。あ、これ読んだ、剥製の制作記録、オジロジか。剥製の敵は満足のいくもんだったが、いい加減小物には飽き飽きだ。そろそろ新しい挑戦をするべきだろう。アムールトラ、うん、めくるめく体験だった。黄色い脂肪を立ち割って温かな腸が溢れ出した時の興奮といったら、私の体からも獣の匂いがする、たまらない。自分で捕まえてたの、め、豚。獲物の体は白く柔らかで、どこかしこも甘い。私のものだ、永遠に。え、それね、持ってくのいる？剥製の記録なんかで使うの。よし、じゃあ今日のとこはこれぐらいにしましょう。結構また進んで警察署戻ってきましたね。で、ついに欲しかったハートの鍵もゲットしました。いや、アイテム欄ちょっと開けときたいな。あ、これ預けちゃうか。ちょっと待って、これ預けちゃおう。出た、ここはまだ使う、あいつまだ出そう。ハンドガンの弾ってちょっとややこしいな、これ悩むな。4個じゃ足りないかな、枠。これさ、こいつあったら、グレードランチあったらいらねえかな、しばらく。まあ、いっか。とりあえず、今日とかこれぐらいにして。あ、お腹痛くないぞ。はい。また次回やっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。